ジルリオデジャネイロ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。トルコ代表であった。現役時代ポジションはミッドフィールダー。トルコ名は、メフメトアウレリオ。地元リオデジャネイロの CR、フラメンゴからデビューした。CR フラメンゴで100試合以上に出場し、2001年には、カブリーグのオラリア AC でプレーした。2001年6月。 トルコスユペルリグのトラブゾンスポルに移籍し、2002から03シーズンにはトゥルキエクパスを制した。2003年6月、フェネルバフチェース K に移籍した。フェネルバフチェース K ではクラブの中心選手となり、シュペルリグで3度、トルコスーパーカップで1度優勝した。2008年6月、フリートランスファーでリーガエスパニオラのレアルベティスと2年契約を結んだ。 二シーズンで69試合に出場して6得点を挙げた。ベティスとの契約が満了した2010年夏には、再びトルコに戻り、ベシクタシュ JK と2年契約を結んだ。基本級に加えて、出場試合数に応じたボーナスが支払われる。2010から11シーズンのトゥルキエクパス決勝では、イスタンブール BB と対戦し、延長戦を終えて2から2となったために、 試合の結果は PK 戦に委ねられたが、アウレリオは PK を決めて優勝に貢献した。2006年7月にトルコに帰化した。帰化選手として初めてトルコ代表に招集され、8月のルクセンブルク戦でトルコ代表デビューした。UEFA ユーロ2008予選ではファティテリム監督率いるトルコ代表でレギュラーポジションを獲得し、 12試合中11試合に先発出場した。2008年にスイスとオーストリアで共催された UEFA ユーロ2008本大会ではグループリーグのポルトガル戦、スイス戦、チェコ戦すべてと準決勝のドイツ戦に出場した。アンカーやセンターハーフを担いトルコ代表の準決勝進出に貢献した。ありがとうございます。